アップにしている建物はドコモタワーでございます。で今いる場所はですね、一応7月に行われるオリンピックのメインスタジアム、新国立競技場でございます。まだね工事中なので当然、このように敷居がされているんですが、ちょっとね、伸ばしてみたらどうですかね。こんな感じです。見えてるんですかね。まあ、ここら辺は明治神宮の外苑になるんですが、桜中継2021のつもりで、この周辺撮影しようかなと思ったんですが、ここら辺って桜ないみたいですね。ちょっと当てが外れました。その代わり非常にね緑が多い場所で、気持ちがいいこの日差しを受けて、ちょっとここら辺を散策してみようかなと思います。ここはですね、都営地下鉄大江戸線の国立競技場駅を降りたあたりでございます。ちょうどね向こうに映っております。で向こうには明治神宮の外苑スケートセンター、ガラス張りの建物がスケートリンクです。そこの界隈はね、まあ、桜が1本だけは咲いてるんですけど、なんかずらーっとね、そういうのはこの辺ってないみたいですね。国立競技場をこの周りを野球場が見えてまいりました。ということで、神宮球場でございます。今手前に見えているのは神宮第二球場なので、ひょっとしたら2軍の選手とかがね練習中かもしれません。まあ、明治神宮、この神宮球場に来るには何通りかあって、この国立競技場前で降りてもそんなに遠くないですし、あと信濃町とかね、そういうとこから降りても大丈夫です。こちらの方が多分明治神宮になるんじゃないですかね。なんか見覚えがあるんですけどね、この界隈の景色って。明治神宮のこの敷地内に確かこの野球場も新国立競技場もこういうふうに、このフロア上の3階とか2階とかはね、こういう風になってるのは知りませんでした。向こうにね巨大な照明があるんですよ。ちょっとアップにしますが、多分あの方向が神宮球場ですかね。ちょっとあの方向まで行ってみます。今神宮球場の、第二球場のすぐ上あたりまで来たようでございます。ちょうど向こう側には室内球技場とか軟式球場、バッティングドームとかもあるようでして、桜はねここら辺結構咲いてたりします。でこちらがねビジター側の外野席の入場列先頭ということで、我が阪神タイガースの応援する皆様が並ぶところでございます。
まあ、こういうふうにね、今日も実際18時からのプレーボールだったんですが、まあ、時短要請とかそういった絡みで、17時半のプレーボールになっております。こういうふうにね、まだまだちょっとね皆様おとなしくしましょうということでございます。まあ、桜をという名目で動画出してるんですが、まあ、実はちょっとね気になったので神宮球場のね様子を見に来たんですよ。別に試合をね見に来たわけじゃないんですけど、我が阪神タイガースのゴールデンルーキー佐藤輝明選手がいよいよ今日デビューということで、本当はね入場制限なければね見たいところではあるんです。将来のミスタータイガースのね、デビュー戦、阪神タイガースの選手で未だに新人選手が、開幕戦にホームランを打ったことがないそうで、今日初打席でホームランを打てば左バッターとしては史上初弾だそうです。でとにかく今日5番か6番でスタメンなんですけど、まあ、5番の方がいいと思うんだけどな。あ、とりあえず今日このデビュー戦にホームラン打てば阪神タイガースの新人選手としては初でございます。本当は見たいんですけどね、ずっと甲子園球場にでね野球見てたので、どうもこの、まあ、神宮の球場にしてもこれツバメの巣ですからね、人様のお家になりますし、まあ、以前近所のメットライフドーム西武ドームで、交流戦の時に阪神タイガースを見に行った時もですね、何かこう落ち着かないんですよ、人様のお家でこう応援するというのが。まあ、神宮球場とか、まあ、7割方は阪神ファンで埋められますので、まあ、人様のお家っぽくはないとは聞いてるんですが、でもやっぱりこうやってねヤクルトスワローズの選手のこういう風にねあるとなかなかやっぱりね肩身が狭いというか、というかヤクルトの選手全然知らないんですよ。山田哲人選手はもちろん分かりますけど、これ23番ですと青木選手ですよね。つば九郎はもちろん知ってますし、これは誰なのか申し上げません。監督ですよね、高津監督。村上くんですよね、21歳、若干。まあ、キャッチャーって誰なんだ、背番号2とか書いてるけど。まあ、山田選手も青木選手も高津監督もそれなりには知名度はあると思います。特に高津監督とかはね、野村ヤクルトのヤクルト黄金時代の時に、バラエティに出まくってね、クリスタルキングの大都会とか歌ったりしてたんでね、まあ、その頃に、まあ、リアルタイムに野球とかを見ていらっしゃる方は、まあ、野球を知らなくても高津監督は見覚えあると思うんですが、他のねメジャーで活躍した青木選手とかこう山田哲人選手とかね、3回でしたっけトリプルスリーやってるのに、やっぱりそこら辺歩いてても気がつかないと思うんですよね。この方が歩いてたら多分すげえ気がつくと思うんですけど、まあ、そういうところがね僕はあまりヤクルトスワローズがごめんなさいヤクルトファンの方、まあ、とりあえずですねこの場所で、今日夕方5時半プレーボール、まあ、野球ファン、まあ、阪神ファンのみならずこの野球を少しこの興味がある方、
もしくは全く興味がない方、ぜひ阪神タイガースの背番号8、佐藤輝明選手、ちょっとね今年はこのコーチ、この子って言ったらこの選手を中心にね、ぜひどんだけこう打つのか、僕は少なくてもね2割7分の25は打つだろうな、ひょっとしたら30超えるかもしれません。新人で清原選手はね高卒で30本打ったんですが、大卒なんですけど、僕は30はクリアできるんじゃないかと、それぐらいね魅力というかスケールを感じさせる阪神のねドラフト1位佐藤輝明選手、本当に今日はリラックスしてというか普段通りにオープン戦のようにね、できれば史上初、阪神タイガース始まって以来の快挙を、成し遂げられるんじゃないでしょうか。ちょうどここバックスクリーンの真後ろあたりになりそうなんですよね。でこのバックスクリーンからこちら側がつばめさんのところのようです。多分ここから先は入っちゃいけなさそうですね。分からんけど、今ですね時間が11時過ぎなんで、まだ試合開始まで6時間以上ありますし、まだひょっとしたらもう選手の方は向こうで練習されていらっしゃるかもしれません。ちょうどねバックスクリーンのこう外野中央って書いてるので、向こうにグラウンドがあるんでしょうけど、残念ながら中の方は見える状態ではありません。満員にならないのがね、入場制限があるので致し方はないところなんですが、そういうことでございます。はい、今日の試合結果と同時に、佐藤輝明選手の活躍を期待して、ゲーム開始6時間前のこの神宮球場から、ちょっとね様子をお届けいたしました。ありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。